ニャングラのお題はなんか夏の暑さを吹き飛ばす感じになったんですけど、そうですね、夏の暑さってもう吹き飛ばせるものなんですかね、そもそも。そうね、皆さんはどうやって、ノーラ猫と私違うわよ、家で知ってきたシャム猫さん、まなざしがそう言って、何やろう、シンプルに、はい、日傘をゲットしまして、いや、ゲットしてないわ別に、日傘さしてますってだけ。てか最近そう、これと多分っていうミキポンさんっていう YouTuber さんがいて、昔小学生の時とかめっちゃ見てたんやけど、チュルリッププランパーっていう、これなんかグロス欲しいなって思ってて、なので買ってみたらめっちゃ良かったです。こんな感じでプルプルになるんです。でプランパー効果もあるので、あのちょっとピリピリでいい感じ。そうですね、一言ということでズバッと言いたいので、ちょっとアミタン見た、アミタンの一言すごくなかった、なんか側転してたんやけど、夏の暑さを吹き飛ばす一言みたいな感じやったと思うけど、そうですね、夏の暑さ。でも今回よね、何やっけ、なんか1位の得点、これ入賞したことないからさ、てかね、得点日傘マジ、それマギー、そのね、うわ、壁紙剥がれた、な、寒中見舞いにファンの皆様が元気になるメッセージありがとう。待って、じゃあなんかちょっと違ったんやけど、こよりの解釈と、寒中見舞いにファンの皆様が元気になるメッセージ、初中見舞いやったわ、ごめん、夏やった、吹き飛ばす一言じゃなかった、何見てたんやろこより、元気になるメッセージ、でもさ、マジ賞味気合いじゃない、でもこよりはなんかもうほんまに一昨日とかに思ったんやけど、夏やからやっぱサンダル履くじゃないですか、でもサンダルって、サンダルとかヒールねってめっちゃなんか歩きやすくはないから、暑い中なんかなんていうの、スムーズに歩けへんから、暑い中の太陽が照ってる場所での移動時間が長くなるんですね。だから小よりはマジスニーカー履くことを意識してて、マジ暑すぎたらほんまに走ってます、マジで地元とか大阪で走ったらぶつかる、
なあマジでほんまに、ほんまに暑くない？最近やばいよな。ありえへんありえへん、ほんまにありえへん、暑すぎてね。キャップかぶりますね絶対。キャップかぶって、キャップかぶって日傘しとりますわ。なんかさ、もうさ電車の中とかさ寒すぎる、逆になんかもう どっちもどっち、ほんで冷える。めっちゃ走って駅行って電車の中で涼むやば。そのあれですよ、乗り込み駆け込み乗車とかではないですよ。駆け込み乗車。じゃあどうしようかな。え、てかさ浴衣さ買ったのさ届いた、カラー新しいカラーコンタクトも届きました。ええそう、あのさなんかさ昨日の公園でかなんでかは分からへんねんけどさ、なんかさ朝朝起きてさ目開けたら目痛いなって思ったに、絶対に物もらいが できてる痛みなんだよね。ここにカラコンとか多分汗、その公園の汗とかでなるんですね。だからそれでもうめっちゃ痛くて今すぎてやばい。いやそうね、何にしよう。ファンの皆さんが元気になる、ならんな。え、髪の毛染めてないですね。そう、目バチコやね。え、せやんな、今日あれやな、皆さん千秋楽どうでしたか。当楽もう飽きまへんでしたっていう声があるけど、千秋楽やばくない？え、目バチコできたことないの？やばい、すごっ、めっちゃええやん。それ神やな、そりゃ落ちるよな、すごいんちゃう倍率。悲しいな。え、小百合のファンの方めっちゃ外れててやば。めっちゃ落選してるかも、ファンの方。じゃあペンライト小夜松のファンの方のない説昼当選してる人おるけど、千秋楽当たってる人ファンの方でおらん、全然おらんやん。お前か、マギか、マドかマギか、どうしよう。こよちまみんなおらんの？まあ誰にでも、めっちゃ落ちてる、寂しい。そう、なんか公園のファンの方が M もう全然当たらへんみたいな言ってはって、なんか公園ファンの人に最近公園であんま会えてないかも。え、寂しすぎてやばい。まあいいか、もうちょっとみんな落ち込まないで、そんなに。そのための全公演出演させていただけるということで、よろしくお願いします。めっちゃ楽しみ。はい、めっちゃ楽しみですシンプルに
頑張ります。4公演初めて3日間4公演出演させていただくので、香港も行かせていただくので、香港楽しみましょうね。え、そうそう、 This is NM This is number もう30人らしくて、出たいなって思ってて頑張りたいです。はい。ナングラはどうしようかな。どうしよう、ナングラ、ナングラ全然思いつかへん。うん、なんかスプラッシュ席とかあるよな。あれなんなんやろ、スプラッシュ、スプラッシュってこと？野外フェスっていうの、ああいうのちょっとちゃうか。水がかかるん？これほんまに知らんくてさ。そのなんか水鉄砲、あ、2年前のやつは多分私配信で見ました。ホップ虫とかも見ました、配信で。てかさ、今年さ、すごくない？いっぱいイベント続きで、私の人生充実しますね、今年の夏は。てか皆さん10期生に行ってないですか？まあまだモバメとかも始まってないからな、ダメですよ。そう、なんかもう最近こよりんの勢いがあるので、僕は応援しなくて大丈夫かなって思ってますみたいなコメントが来て、最近、いやもうそういうことじゃないと。あの、今からが10期生が初めて後輩が入ってきてからが勝負だと思ってるので、あの、大丈夫と思わないでください。お願いします。これからも応援してください。私、コヨリンはもう大丈夫だと思います。大丈夫じゃないです、ほんまに。お願いします、これからも。このチークめっちゃいいです。塗りすぎじゃない？それで、お支払い方法、洗濯期限が今日までなので、もう絶対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 お願いします。あの、残り一枠なので、もう完璧に終わらせたいです。お願いします。ありがとう、応募してくれて。最終日はもう4部制になってて、めちゃめちゃ嬉しいです。お願いします。楽しみで、何ぐらい考えましょう。あの、多分8月くらいに、8月入ったらまたお知らせしたいこともあるので、お楽しみにしててください。一つはお知らせできるって確定してるんやけど、もう一つが、いつになるか分かんなくて、いつ発表していいのかが分かんないので、もう少々お待ちください。でも楽しみにしていてください。あ、猫来た、にゃんころ、にゃんころもっちっち大先生が。皆さん、私のインスタグラムも見てくれてますか？インスタグラムも頑張ります。ぶっちゃん
ちょっと待って、ドアが開いたんで閉めます。よいしょ。ふーちゃんがねカメラに頭突きするので、ふーちゃんおいで。なんで来たん。よいしょ。ふうちゃん、ふうしゅけ先生、ふうしゅけ先生、こんにちは。え、なにこれ。あ、アイシュ来た。え、原田、原田念さん、原田念さんですか。かしょっちゅう間違えて落ちちゃったんかな、もしかして。ありがとうございます。え、みのるさん、ごめん漢字読めへんくて。原田みのるさん、あと何タワーや。ありがとう、めっちゃ嬉しい。嬉しいわ、久しぶり。ふーちゃんにありがとう。ふーちゃん、ふー来て。ふーちゃんにくれた。めっちゃ嬉しいやん。ふーちゃん喜んで寝てます。原田みのるさん、家の猫もふーちゃんなので、嬉しい。ね、ちょっと待って。うわ、なんか漢字を書いたのが久々。え、待って、また待って、びっくりした。ありがとうございます。次はピンクのタワー、吉村哲也さん、ありがとうございます。ちょっと書くわ、ノーツ今持ってるからさ。ふーちゃんお揃いなんや。うちのふーちゃんは最近痩せてね。痩せたっていうか、冬毛が抜けて夏毛で細くなってますね。顔もめっちゃちっちゃいんですよ、うちのふーちゃん。そう、漢字を書いたのが久々です。じゃーん。え？え？あ、ありがとう、またまた。え？もう一匹にゃんにゃん描きます、それなら。じゃあ次、ライちゃん描くわ。ありがとうございます。猫好きやからかな。じゃーん、ふーちゃん、らいちゃんです。ありがとうございます。え、原田みのるさん、原田みのるさん、
3つある。もう一個書きます。ありがとうございます。アイス食べます。え、あ、そう、今日アイス食べてん。バニラアイス、なんか氷アイスめっちゃ好きで、常にもう夏になったらやっぱお家にアイスがあるんですね。はい、吉村哲也さんもありがたわー、イエーイ。何味と何味と何味ですか？私ね、あのね、クマが2個重なっちゃってるんですよ。あ、バニラとチョコミントとイチゴか。ありがとうございます。3つもお家で食べたら(笑)はい、ありがとう。ほんまにありがとうございます。で、ちょっと何グラを考えないといけなくて、アイスなあ、お腹壊すっていうか、でも全然食べれると思うな。余裕で食べれるよな。でも賞味、ちょ、さっきからさ、あ、リップ塗ってたやん、これグロスんでさ、フー抱っこしたからさ、毛がまいまいしてさ、もう口にめっちゃひっつくん。え、待って、お城が来た。待って、ほんまに大丈夫ですか？ありがとうございます。待って、どういうこと、え、ん、財閥系。ちょっと待って、ありがとうございます。ちょっと、じゃあ、ちょっとお城のイラストも描こう。なんかの祭りってコメント来てる。ふーちゃんにやるな。ちょっとお城の絵描くわ。え、なんか最近お城とはまた関係ないかもやねんけど、なんか会に行って、なんか新世界ってお城って感じがしません？通天閣？じゃーん、お城描いた。めっちゃ口につく。ほんまに助けて。なんかそのあれ、そうそう、なんかそう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 、天守閣みたいな、その名前に似てて、なんかそのなんかチョコマントっていう、私の好きな、なんかチョコ、なんか餅がチョコにコーティングされたのがあるんですね。それがめっちゃ美味しくて、それが新世界に売ってて、その通天閣の下で、で食べてます。よくでもないんやけど。ちょっとふーちゃん連れてくるわ。もし邪魔。じゃーん。やばい、嫌われすぎててやばい。
ありがとうございます。言ってる。切られてるから。うわさっさ。また毛がやばいんだって。ちょっと口閉じとくわ。ん？待って待って。なんか2個来たよ、お城。ちょっと待って、ほんまに大丈夫？ちょっと待って、ありがとうございます。まずはなんかね、通天閣が2個来まして、ちょっと待って、ありがとう通天閣、ありがとう通天閣。なんかそもそもなんかさ、ほんまにさ、串カツめっちゃ好きやねんな、最近。串カツにハマり中。じゃーん、通天閣。誕生日じゃないんですよ。いや、ほんまにありがたいです。いや、ほんまに、ありがとう。ありがとう。でも、ほんまに、あれやで。無理せずにね、ほんまに氷は、串カツは、エビシソ巻きっていう、エビがシソに巻かれたやつがめっちゃ好き。めっちゃ美味しいから食べてみて。エビシソ巻きってそんなあんまないんかな。でもうずら卵もめっちゃ好きで、うずら卵めっちゃ好きなんですよ。じゃーん、ありがとうございます。そう、エビシソ巻きめっちゃ、もうめっちゃめっちゃ美味しい。ありがとうございます。ほんでで、なんか玉ねぎ、なんかこういう、そんな玉ねぎ時代っていうか、野菜がさ、そんな好きじゃないっていうか、なんていうの、野菜がそんなに、あんま好んでは食べへんからに、なんか苦手意識持ってたんやけど、玉ねぎ、なんか大きいこんぐらいの玉ねぎがなってて、その串カツに。で食べてみたらめっちゃ美味しくて、なんかお任せで持ってもらったやつやから何が来るか分からんねんな。で玉ねぎが入ってて食べたら、その玉ねぎがもうめっちゃ甘くて、もうほんまにめっちゃ好きになった。玉ねぎの、串カツ。んで、なんやろ、あとは、そう、ちょっと待って、そう、何グラム決めやなあかんし。何グラ、ちょっと待って、ほんまに助けて、みんな、みんな助けて。ルームスもすっから、この後もう待って、部屋、まあ大丈夫、でも明日日曜やし。まあそんな寝がきやんせずに、はい、大丈夫。なんか元気になるって、なんかこうよりもなんか推しメンに言われて嬉しいってことを想像したらいいよね。なんやろ。でもなんか多分その、でもなんか釣り系がいいんやと思うけど、それじゃあ多分入賞は狙えません。
こちらは何グラムなのでもっと真剣に頑張りましょう。なんか近く来てくれてんけど待っててかさ、今抱っこした時さめっちゃ嫌な音してんけど破れてへんやろなスカート。いやアミタンはすごかった。ちょ側転はあかん、あれちょこれもできんで、そんなできんで、正味側転ロンダードとか片手ロンダードとかもできんで、正直ほんまほんまに。おーい、やばい、ふーが、ふーちゃん何してんの、ふーちゃん、うん、マジ側転できる子よりほんまにできる。でもパクリはあんま良くない、パクリは良くないから。でもどう攻めていったらいいか分からなくない。何なんか言われて嬉しい言葉を教えてほしい、みんなに、ご夜末にね。あんま可愛い系はマジ全国大会目指せないので、てかスプラッシュ席ってどんな感じなんやろな、何すんやろな。あかんって、あかんって、あんたやばいって。もうねめっちゃね私の椅子で爪といでた、やばい、皮が破れるやろ。わっ、冷えたスイカか。これねスイカこの世で一番食べれないんですよマジで。そうなんです。え、損してる？スイカ食べれへんって。でほんまに、やば、今めっちゃな、ちょっと生きてんねん、生きてんねん、ちょっと今めっちゃ生きてます。生きてますとか言ってやば。わおわおわお。チョコミンコ？え？今何時か見よう。お前、ちょっと待って、ルームスやばい、ルームスやばい、ルームスできひんかもしれん。ちょ待って、ルームスやるとしたら、ちょ、ふーちゃん？やばいやばい、何をしてんの？何をしてんの？ちょっと待って、ちょっと待って、何をしてるの？何かを噛んでるんだよね、めっちゃ。ふーちゃん？ふーた、やばいって、おいで、よいしょ。あー、何をしてんの、クローゼット入った。はい、もう場面も送りたいので、そうなんですよね。じゃあ、いや、マンチカンです、マンチカンです、足長いマンチカンです。リオ出てこなくて、まだ
クローゼット広いんでね。まあそんな広くないけど、広い広い。はい、もうはいしか言ってない、ちょっと。待って、浮き輪なんや、え、なんか溢れ出たけど、え、またちょっと無理せずに、もうこれ何もない日ですよ私。ほんまに熊タワーありがとうございます。でもアニメーションみたいな、まあそんなネガキャンはせずに、皆さんネガキャンコメントはなしでお願いします。じゃーん、クマ、あ、消えんの？このクマって。ありがとうございます。あー、なんか夏祭り、あ、待って、明日までやんか動画あげるの。で、あ、だから今日には決めたいんですよ。なんかクローゼットの中でも、明日、今日決めて、まあ明日載せてもいいんですけど、まあそうしようとは思ってて、今日とりあえず決めたいなって思って。今日決めよう。もう今日決めよう。じゃあ、そうやな、夏祭り系いいよな、やっぱり夏祭り。でもさ、その結構さ単純じゃない、夏祭り一緒に行こうって。どうですか、ゆか言ってた、ゆか言ってました、ぷーちゃん、ぷしまつ、おいで。そやんな、みんな確認してるわけないやんな。でもなんか回答がかぶったら先に出してた人の優先みたいな書いてたから、だからちょっとかぶんのはあんまよろぴくない。やんちゃのぷちまりこ、なんかラインの方がやんちゃってんけど、ふうも、あ、ゆかが出してたか、じゃあどうしようかな。明日夏祭り一緒に行こう。じゃあ、そうそう、マジでちょっとひとひねりせんと何グラの全国大会行けないんで、マジこっちは、あ、最近やっぱり何グラの部の先輩がこの夏で引退っていうことで、後輩がこれだけできるぞというところを見せていかないと、え、先輩も安心して卒業できないと思うので、こら、ふーちゃん、ちょっと頑張りましょう。あ、待って、ゆか浴衣着てたんかな。あ、なんや、これも着ようかなって思ってんけど、じゃあちょっとやめとく、言った方がいいかな。ゆか浴衣着てました。飽きてはないんや、飽きてはないんか。え、どうしようかな。
かった。ふう、やばいって、ほんまにほんまにやばい。もう悪さしかしやん。あ、線香花火対決は？線香花火対決、線香花火対決、おらんのちゃん。線香花、線香花火対決なんて言う日本語ありますか、まずそもそも。まあ線香花火は家にはいいんですけど。そうそう、早く落ちたら負けなんですよ。よくしてて、ちっちゃい頃から花火大会とかお祭りは多分いっぱいいたと思うんで、線香花火、あ、それにします。線香花火対決しようと、しようって。あ、でも喜びますか、ファンの人。そんなんで元気出ますか。いや、やっぱ全国大会なんで。でもほんまにそのなんか動画なんですよ、しかも今回なんで、あんまりあのちょっとキャラではないことをあんまり言いたくない。恥ずかしがりさんなんで、なめくじハートなんで、ハート、なめくじハートなんで。家にあるか、あ、ワンチャンあるかも、線香花火。あ、動画撮れるわ。あ、線香花火対決、にします。もうね、正直なんかそのアミタのようにちょっと動画を撮りたいと思います。ちょっと名簿ができていて痛いです。瞬きするだけでも痛いです、すごく。はい、なので線香花火対決にしたいと思います。動画ということで、もう逆算して動画を撮りたいと思います。もう最後に打ち上げますか、編集で。いや、そんなことはしないんですけど。はい、ということで決まりました。線香花火対決についてにしたいと思います。本当に長らくありがとうございました、付き添ってくださって。はい、それでは。もうやばい、ふう、なんか紙袋の中入って寝た、寝た、普通に、やばい、寝たんやけど、動いた。はい、ということで動画は明日あげます。マジマジギリギリで、ギリギリでなんか載せる人みたいになってるけど、前もなんか当日にあげたな、締め切りの。はい、じゃあ男女読ませていただきます。これ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 、やばいやばい、ほんまにやばい。ふう、待ちいな。はい、13位以上さん、ありがとうございます。12位ベイさん、ありがとうございます。11位フレンドちゃん、ありがとうございます。10位ユウさん、ありがとうございます。9位しおち、ありがとうございます。8位かなた、ありがとうございます。7位ケイタン、ありがとうございます。6位きよふみ、ありがとうございます。5位すんちゃん、ありがとうございます。4位かずさん、ありがとうございます。3位ちいね、ありがとうございます。2位吉村哲也さん、ありがとうございます。タワーもありがとうございます。1位原田実さん、ありがとうございます。タワーもありがとうございます。ありがとうございます、本当にアイスとか。はい、これ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 、ほんまにやばい、ほんまにやばい。何しろ何しろ、
ふーちゃんやめて。ありがとうございます。ほんまにやばい終わり方だったんですけど、にゃんこ丸大先生ということで、じゃあふーちゃんルームス配信にもいてくれたらいると思います。なので皆さん本当にありがとうございました。あ、めっちゃ体力使っちゃった、ふーちゃんのせいで。ありがとう。こらこらこら、もうバカ野郎。ありがとうございました。バイバーイ。ルームス行きます。